チャロクラナマステー。どうもチャロクラさんのサンちゃんです。サージです。コウヘイです。はい、ということで、今日はスペシャルゲストの方に来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。コウさんです。イエーイ、コウさんです。お願いします。はい、はい、というわけでね、私たち今ムンバイに来てまして、2日目が経ったところなんですけれども、もうね、有名 YouTuber の階段をぐるっとこうね、上がり続けているコウさんにね、初めて会うことができまして。人違いですね。はい、コウさんに今日はいろいろとお話を聞いていきたいと思いますので、はいはい、ではいきます。せーの、チャロということでね、ちょっとね、コウさん、いろいろね、日本の方々もいろいろ知りたいこともあると思うので、まずはね、自己紹介からね。コウです。インドでバイオリンを弾いてます。まあ、もともとその生まれた瞬間から僕はバイオリンを習って。生まれた瞬間からね、おぎゃーって言われ始めるんですか。お母さんのお腹から持った状態で生まれてきたぐらいな。お母さんのお腹すごいっすね。で、まあ、日本の音楽大学に入学して本格的に学んだ後に、うん、インド唯一のプロフェッショナルオーケストラですか、インド交響楽団でバイオリンを弾くお仕事、それが大体まあ3年ぐらいやって、でそのインドの映画界のボリウッドっていうのが世界最大の映画産業じゃないですか、うん、そうですね。でそこにものすごい音楽家としての可能性っていうのを、うん、はい、見出せたので、うん、今はそこだけで自立できるように、うん、はい、修行といいますか、コネクション作りをもっとしたりですとか、積極的にお仕事をさせていただいたりしている状態ですね。なので、まあ、まあ今はそのインドのボリウッドにもかなりつながりとか力をお持ちのインド人の方のもとで、はい、お仕事をさせていただいている状態ですね。ゆくゆくはそうするとこう映画音楽とか舞台音楽にこう携わっていきたいっていう、はい、そうですね、もう携わり具合で言うとだいぶ今携わってるんですけど、はい、これからもそこだけで自立をしていきたい。映画音楽へのバイオリン提供ですとか、それこそ編曲とか、はい、をさせていただけたらなと。気になるのはバイオリンをどうして始めたのか。あれですよね、生まれた段階から手に持って生まれてきてたっていうのが大きいです。まあそれは引かざるを得ないっていうのが冗談で、はい、っていうのはまあ冗談で、はい、親の影響ですよね。母親がピアノをプロとして弾いてたので、はい、まあそれで小さい頃から音楽を勉強させて。ピアノなんですか。はい、あ、じゃあピアノの道に行かずに、バイオリンの道に行ったのは何かあるんですか。まあ母曰く、彼女自身がそのピアノができるようになったっていうのが生まれてくる子供に同じ楽器をやらせなくていいかみたいな気持ちが強かったんですね。まあそれでバイオリンをなんか選べて。実際のところ何歳ぐらいからやってる。大体3歳ぐらいですよ、やっぱり。あ、すごいですね。じゃあもう20年以上もずっと。ああ、そういうことです。はい、ありがとうございます。途中でなんかやめたいなと思う時とかなかったですか。まあ練習めんどくさいのが今の部分ですよ、もちろん。まあそうか。もちろんやめたいとは思わないですよ、はい、もちろん。ただ、うん、練習だるいなっていうのは、うん、まあもちろんその20何年かずっと、うん、はい、向き合ってきてます。あで、もう一つ多分質問は、なんでインドなんだっていうところだと思うんですけど、それは、結構面白い質問だと思うんですけど、うん、スラムドッグミリオネアっていう映画があったじゃないですか。アカデミー賞受賞しまくってた、まあ、確か高校生ぐらいだったな、15とか16とか、うん、で、あの映画を見た時に結構感動し、で、あの映画を見たことによってそのボリウッドの存在、インド映画協会の存在を知り、はい、あとそのスラムドッグミリオネアでジェイホーっていう曲を作曲された A.R. レハマンっていう作曲家の存在も知り、いや、いつかそのインドでそれも A.R. レハマンと共演ができたらいいなと思ったのがきっかけですかね。はい、いや、インドの国っていうことじゃなくて、もうインドの映画っていうところでもうフォーカスして、もう好きになって、それでインドに来たって。それが大きいっすね。あれですよね、学生時代にインドに留学してて、ヒンディー語を勉強して、はい、今はもうヒンディー語ガチ勢集団のトップですもんね。ありがとうございます。ヒンディー語ガチ勢インド系 YouTuber 一つのなんかコミュニティができてますよね。ヒンディー語なんか一切話せないんで、まあ、チャロブラザーズのチャロぐらいしか言えない。実際使わないですよね、仕事する。まあ、そうですね、英語さえできれば。ムンバイ来て思ったのは、そのムンって
なんだろう、ムンバイの方がデリーよりも英語を話せる人が多いなと思って。今日なんかもね、あのセルフィー撮ってってよく来るじゃないですか、日本人に対して、うんうん、でもそのインド人って多分デリー・グルガオンだったらマジで本当に英語喋れない人がセルフィーそう言ってくるんですけど、もうムンバイの人は普通にその後ちょっとコミュニケーションもね、英語で取れたりとかしてて、それがすごいなと思いましたね。あとヒンディー語喋れない人も多いですよ。ああ、マラティーだから主流なので。そうなんだ、うん。音楽の話はね、聞かせていただいたんですけど、もう一つね、コーサーといえばこのこれですよ、ガタイですよ。これ筋肉がもう素晴らしい。ありがとうございます。これはなぜ鍛え出したんでしょうかというのが、はい、わかりました。質問なんですけど、大体筋トレ始めて2年なんですけど、今本格的に始めて、2年なんですか。そうです、その前の来てから。そうです、その前めちゃくちゃガリガリだったんですよね。見たことあります、写真。本当ですか。ツイッターか多分なんかで上がってて、なんかビフォーアフターで上げてましたよね。相当まあガリガリだったんですけど、そもそものきっかけを申し上げますと、オーケストラで働いてた時、オケってそのインドのオケなんですけど、団員の8割がロシア人、8割9割がロシア人。ロシアなんですか。はい、ロシアなんです。イギリスとかでもなくロシアなんですか。イギリスの方はシーズンの時とか、演奏会が重なる時に、期間限定で招聘される感じなんですけど、主なメンバーっていうのはロシアっていうか、元旧ソビエト連合国の人たち、カザフスタンとかトルクメニスタンとか。で、そもそもそのオケを作った人もマラトっていうすごい有名なカザフスタンのバイオリニストなんですよね。はい。で、まあオケで働いてて結構みんな無気力なんですよ。で、それでなんでなんて聞いたら、人前に立つ仕事だろうみたいな。だからやっぱりある程度その自信をつけるって意味でも、体を鍛えてたら、ステージに上がった時に騒いがるんだぜみたいな話をしてもらって、それは理にかなってると思って始めたのがきっかけで、あと、2年前に経験した失恋、それでものすごく自信を失った時期があって、でそれでなんか筋トレしてたら意外とあれどうもよくねみたいな感じになって、それで続けてた結果がこうなりましたね。うちのチャロブラザーズにも筋肉担当でショウゴっていうのはいいんですけど結構ね似たようなこと言ってるんですよね。自信になるからって、そう、人筋肉が自信になるまでやって、あ、GDP に変わるまで筋トレをしようぜっていうのも、そう、彼の口癖なんですけど、というわけでね、このムンバイで、音楽をやりながら、筋トレもされてるとすごいこういろんな、なんか要素があるコウさんでしたけれども今後はどういった形でこう活動を広げていきたいと。そうですね、まあ僕もチャロブラさんと同じように YouTube チャンネルを持ってまして、はい、で2つあるんですけど、1つはその日本人の方向けに発信活動をさせていただいてるんですね。そちらの方にも動画を上げたんですけど、その AI レモンとパフォーマンスをするために僕インドに来たじゃないですか、はいはい、でその夢っていうのが正直去年の12月彼と演奏する機会があってようやく叶ったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごい、はい。で、まあ、これからの活動の目標っていうのはやっぱり彼自身がものすごく存在感を放つ音楽家なんですよ、うん、アジアで一番と言っても過言ではない、まあ、世界で一番売れてる音楽家の一人なので、まあ、そのチーム、その方と安定して仕事ができるようになるっていうのが僕の最終目標ではありますね。あとやっぱそれと同時にやっぱりそのカリーナ・カプールさんですとか、はいはい、マルン・ダマンさんですとか、そういった方々と舞台で共演させていただくこともあるんですけど、やっぱその有名な方を見て僕がウェーイとか言ってなんか盛り上がるよりは、僕自身もインドでバイオリニストとして有名になっていきたいなという気持ちが、はい、強いんですよね。なので、まあ、そのためにインド人向けのYouTube、そして Instagram の更新っていうのも鬼のように、はい、セルフブランディングをうまくしてですね、はい、自分自身が、はい、有名になり、例えばインド人の方の結婚式ですとか、おめでたい席ですとかに演奏してくださいって依頼が来るような、業務体系っていうのを作れるように頑張っていきたいです。そうですね、本当音楽で食って食っていうところを目標にされてる、そうですね、はい、バイオリンで、はい、やっぱ同じ日本人としてね、このインド13億人の中でこう有名な日本人ってことでね、
バイオリニストになったら嬉しいし、嬉しいし、頑張ります、うん、夢があって、うん、そういうの大好きですよ。チャロブラザーズもあの一緒になってね、ぜひ応援していこうと思っているので、ありがとうございます。今後なんかこう大きな活動予定とかあったら、はい、こちらの方でもどんどん告知もさせていただければ、はいはい、よろしくお願いしますので、はい、ぜひぜひコウさんの今後の活躍にご注目ください。ください、コウさんの SNS は概要欄に貼っておきますので、ぜひチェケラしてください。少しでも動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。あと、はい、コウさんの動画もぜひチェックしてください、はい、お願いします。はい、ではまた次の動画で会いましょう。チャロー、チャロー、バイバイ。不意打ちだ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。